ここで皆様に聞いていただきたいことがあります。天宮かの子さん、私はあなたにどう向き合うべきか随分悩まされたわ。泣かないでよかの子ちゃん。これでも泣いちゃうなら私どうしたらいいの。目なのに姫ちゃんのこと言っちゃいけないのに。でも言わないとなかったことになっちゃうから。言っていいんだよ。私はかの子ちゃんが姫ちゃんのこと好きだって知ってるんだから。私は姫ちゃんが好きです。わかってるよ、そんなこと今さら。好きです。初めて口に出した姫ちゃんのこと。かの子ちゃんの恋は私が知ってる。私が知ってればなかったことにならない。私がかの子ちゃんの特別になる。どういうことですか。私とシュベスターになって。おめでとうございます。お二人ともおめでとうございます。そうなんじゃないかって思ってました。お二人ならお似合いです。邪魔だけはしないでくださいね。そのために妹になるんですから。泣きたい時にいつでも話せる姉だとでも思っててよ。かの子、おいで。ありがとうございます。